はい違うはいえっと続々とお便りが届いておりますめっちゃ来ているってことですかそれは <laughs> はいめっちゃ来ておりますもう人気のポッドキャストなんで絶対またあの茶こむさんじゃないですかねいやいやいや違う人ですかじゃ,じゃあ僕読み上げちゃいますよ、はい、お願いしますはいえっ、ー、となるみさん夏目ぐさんこんにちははいいつも楽しく聞いておりますありがとうございます質問があります女性は赤文字系青文字系に分かれると思うのですがお二人の好みはどちらですか 一般的にには赤文字系が男性にモテると言われておりますちなみに私は病院で置かれている雑誌がいつも青文字系ばかりです。ラジオネームチャゴムさんからの。チャゴムさんからの。あの赤文字系、青文字系、どっちが好みか、うん、質問です。要はその赤文字系というのはちょっとモテ系ととですかね。 具体的に分かってないんですけど、ね、そうなんですよなのでちょっと今検索してみよう、はい、<laughs> 僕分かんないですね男は知らないですよね知らないですよ、うん、えーっとですねなんか赤文字系がなんかお姉さんっぽい OL 風ではい、はい、青文字はちょっとカジュアルな感じ予想ですけど、はい、あネイバーまとめで、はい、あの女子がつぶやく呪文のようなあの言葉って言ってやっぱ男性が分かんない女性が分かる系統で,うん、うんで 赤文字でここからウィキペディアでいくと赤文字系は、ちょっとウィキペディア分かんない赤文字系はですね、はい、えっと、男受けするコンサーバー系ファッションで綺麗なお姉さんを目指す女性の雑誌。なんだろう、えー、っと、ちょっとかん合ってんのか分かんないけど、エビちゃんとか、うん、エビちゃんもいるのかななるほど。とかコンサバティブなファッションで、女性らしいって感じですよね。そうで,すでえー、っと 対して青文字系は、はい、えーと青文字系はそこが取り上げるファッション性を意味合い表現する意味合いが強くこれよく分かんないな個性的な同性受けするうん、うんうん、ああなるほど同性受けする個性的なファッションそれなんか原宿にいがちなんだは,はいはいはい,でい,いでかだから「タリーパミーパミ」とか<ー>このネ、ね、イバー求めとあとそうなんだとかあとはい、はい、なんだろうな なんだ原宿とかそうですねちょっと個性的なでもうん、うん、やばいなこの青文字系ファッションの一覧を見てもそれが青なのか、うん、赤なのかあんまり分かんねえまあちょっとじゃあ,、うん、あの個性的かエビ<フ>ちゃん系かどっちが。はい 夏目さんどっちが好みなんですかああいや絶対ね僕なるみさんに聞いたらそうやって言われるだろうなって <laughs> <laughs> なんで,なんでだって聞かれるじゃな<っ>ま,まあ確かに <laughs> 先に言わねえだろうなって思って <laughs> そうどっちこれまあねこれね答えとして青文字って言っといた方がいいんじゃないかっていうのはありますね好み聞かれた時に確かに。 いかにも女性らしいのが好きな赤文字系って答えるよりも青文字系が好きだよっていう度量の広さみたいなものを出すのが正しい答えのような。なるほどね、はい、って言われると赤文字って言いたくなります <laughs> <そう> <laughs> なんだろうな結論どっちでもいいですよね。 男性ってかんです僕の周りだけかもしれないですけどあんまりそのこの服だから好きこのまあね多分気づいてないですもんねこれがどっち系なのかそもそも知らないですもんね知らないですからね長澤まさみがどっちでも多分いかんないっすねって言われると思いますそうですね人によるってことですかね答えてないうん。まあうん似合ってればどっちでもいいんじゃないですかねうんそうなんだろう異性にモテる からこういう風な服にしよう、うん、私はこっちが本当は好きだけどよりも、うん、前髪パッツン好きだわじゃあ前髪パッツンだわとかってやってる方がいいですよね <laughs> まあまあまあ好きなようにするのが一番いいわけですからねうん、うん、赤文字系青文字系かどっちが好きですか、まあ、まあ正直考えたことないですけどね、うん、青文字系ですね <laughs> <laughs> 度量の広い <laughs> 広さ、うん、個性的な 女性を受け入れる広さを表現してみましたけどもそれってちょっと赤文字差別なんじゃないですかあなるほど <laughs> 赤文字もいいですけどね <laughs> <laughs> どっちでもいいなっていう違いが分かんねえなー、うん、こういうのだ男であるんですかねあ<ー>雑誌でメンズ飲んのは黒色系みたいなそうそうそう,そう <laughs> ないんでしょうねきっと「スパイマスターは黄色系」みたいな <laughs> そんな雑誌あるの <laughs> は名古屋だけか <laughs>。名古屋にあるんだ <laughs> あ<ー>。うん。あんま。まあやっぱいずれにせよ似合ってるかどうかは大事ですね。そうですね。本人がまあ着たいのでい、うん、れば。まあ茶色ムさんは青文字系が置かれるってことはちょっと個性的な方なんですかね。うん。じゃ、うん、青文字系もいいですね。うん。うん、うん。いつか赤文字系が置かれるといいですね。 そういう願望でしょやっぱりちょっとあるのはじゃああれなんですかね女性の中だと「うん、うわ出た赤文字系」みたいな「私たち青文字で、うん、あいつら敵よね」みたいなやっぱ青文字系の人はちょっと自分の我が道行くとかこういうことしがちなところが好きなわけじゃないですか、うんうん、だから肩にはまってるコンサバティブな方は、うんうん ふんみたいななんじゃないですかうんかここで赤文字の方は青文字みたいな全然素直じゃないやつらを、うん、いやいや何そのかっこ悪いかっこみたいなうん、うん、い全然わかんないですけどねいす,ね <laughs>、はい、すいませんわかんない <laughs> <laughs> はいなのであの好みはよあんまりどっちでも似合っていればいいよって感じでそうですねうん、うん、まあ天井の染み数えたろって感じですよね名 <laughs>、うん、言 <laughs> はいじゃあありがとうございましたありがとうございました